俺の名前は高橋千明、ごくごく普通のサラリーマンだ。高橋さん、あの服高橋さんに似合うと思うんですけど、どうですか？そうですか。ちょっと爽やかすぎないですかね。この人は七瀬さん、マッチングアプリで出会った大学生。可愛くて頭もいい、一見非の打ち所がない美女なんだけど。絶対似合うと思います。でもそうですね、あんまりかっこよくなりすぎると変な虫がつくかもしれませんね。高橋さんが魅力的な人だって知っているのは私だけじゃないと。愛情表現が変わったサイコパスなのだ。おい、いい加減にしろよ。それはこっちのセリフだよ。なんでそんなひどいこと言うの？なんだ喧嘩？すみません。高橋さん大丈夫ですか？あの女ぶつかっておいて謝りもしないなんて。しょうがないですよ、訳ありだったみたいですし。あの人泣いてたけど平気かな？本日からこちらの部署で働くことになりました難波です。よろしくお願いします。あれ、見覚えがあるような。高橋、難波ちゃんの指導はお前に任せたからな。はい。って、またこのパターンか。よろしくお願いします、高橋さん。よろしくお願いします。あ、難波さん。はい、何でしょう。さっき作ってもらった納品書なんだけど、責任者の名前と、ここの金額、間違ってると思う。もう一度確認してもらえるかな。難波さん？本当だ。もう、なんでこんなこともできないの？私のバカ！ミスは誰にでもあることだから気にしないで。それより書類の訂正を。前の部署でもそうだった。私ばっかりみんなの足を引っ張って。どうして？同じようにやってるはずなのに、私だけいつまでも成長できない。難波さん、高橋さんも呆れましたよね。ごめんなさい。ちょっと高橋、きつすぎるんじゃない？さすがに難波さんがかわいそう。勘弁してくれよ。結局あれから難波さん連絡つかないし、書類は俺が作り直す羽目になったし、最悪だ。おい高橋、難波がいなくなったのはお前のせいなんだから、お前が探してこい。じゃない、さっさと行ってこい。俺はもう帰るからな。繁忙期に新入社員を失うわけにはいかないんだよ。いいの？はい。なんで私ばっかりこんな目に遭うの？タア君とも連絡つかない、最悪。大丈夫、ミータンは悪くないよ。よかったら話聞くよ。てかそいつパワハラじゃん、最低。今どこいるの？電話する。みんなありがとう、こんな私のために。難波さん大丈夫ですか？高橋さん、その何かあったんですか？そこまで追い込まれるの、他に理由があるんじゃないかなって思って。ケアレスミスのことだけじゃないんですよね多分。どうしてわかるんですか？私が運命の人と別れたばっかりだって。難波さん、ちょっと声が大きい。難波さん、俺がとことん話聞くので、これ以上泣かないでください。高橋さん。行きましょう。疲れた。結局あれから明け方まで難波さんの身の上話は終わらなかった。しょうがないんです。私が全部悪いんだって。分かってます。そういう星の元に生まれてきちゃったから。タア君なら、あの人なら私の全部を受け止めてくれるって勘違いしちゃって。本当、どこから歯車が狂っちゃったんだろう。なんで私ばっか、こんな目に遭うんでしょうね。なんで俺ばっかりこんな目に。高橋さん？七瀬さん。遅くなるって言ったきり、連絡なしで朝帰りですか？す
すみません、電話したら起こしちゃうかなって思って。顔真っ青ですよ。でもこんなに冷えて。お風呂沸かしておいたので入ってください。でも会社が。高橋さん怒りますよ。心配してるんです。ずっと待ってたんですよ私。七瀬さん、よく見たら目の下にクマがある。すみません、心配かけてありがとうございます。お風呂から出たら何があったかちゃんと話してください。はい、約束します。これは。なるほど、こういうことでしたら私に任せてください。高橋さんはお風呂に入ってください。害虫駆除は私の得意分野なので。高橋さん、まだかな。高橋さんなら来ませんよ。え、あなた誰ですか。そんなことはどうでもいいです。それよりあなた何か勘違いしてませんか。勘違い。あなたのことなんて誰も心配してませんよ。いつも慰めてくれるフォロワーも元彼さんも裏ではあなたのことを見下して寒い女だと思ってます。みんなのこと悪く言わないで。あなたのフォロワーに直接聞いた話ですよ。あなたみたいな勘違い女、なんで慰めるのかアンケートを取ってきました。読み上げましょうか。自分より不幸なやつを見ると安心する。親身になっておけばワンチャンあるかもしれないから。バカすぎて面白い。やめてよ、そんなわけない。だって向こうがどうしてもって言うから付き合ったけど、マジでハズレ。てかそもそも本命ですらないし、何が運命だよって感じだよ。痛すぎて痛すぎて。ま、顔がいいからキープしてやったんだけど。不幸に酔ってたんでしょ。悲劇のヒロインを演じればみんなが構ってくれる、チヤホヤしてくれる、自分を特別な人間だと思える。それが気持ちよかったんですよね。なんで私がこんな目に遭わなきゃいけないの。そういう星の元に生まれてきたせい。関係ありませんよ。変えようと思えば運命なんていくらでも変えられます。あなたの仕事ぶりを調査しましたけど、確かにケアレスミスはあるものの、前の部署でも落ち着いた精神状態の時は問題なくこなせていましたよね。取り乱さず落ち着いて向き合えばきちんと成果も出るように思います。内心であなたをバカにしている人たちを見返せばいいじゃないですか。私でも。さあ、頑張り次第じゃないですか。私には関係ないですけど。あ、でも高橋さんに手を出したら許しませんからね。はい、お姉様。高橋さん。うん、ナンバさん、どうしましたか。先日の資料ミス、すみませんでした。この間のことも、私、もっと頑張ってみます。え？はい、頑張ってください。はい、葵お姉様にもよろしくお伝えください。って、難波さんに言われたんですけど、カフェで何があったんですか、七瀬さん。秘密です。それより高橋さん、この間買い物に行った時に見かけたシャツ買っちゃいました。これ着てまたデートに行きませんか。え、そんな、悪いですよ。いいじゃないですか、早く着てみてください。なんならお手伝いしますよ。ちょ、脱がせようとしないでください、七瀬さん。あれ、もしかしてまだ見えてます。七瀬さん、ちゃんとお礼言わなきゃダメですよ。チャンネル登録よろしくお願いします。